はい、じゃあね、ちょっと俺のね、健康診断来たんですよね。これ結果が、この間受けたやつ。で、なんとね、俺もね、人のこと言ってられないんですね。こう見ると、このね、判定がついてるんですね。B とか A とか。これって、いい方じゃなくて、悪い方？ A がついてると、異常ってことなんですよね。で、B はね、軽度異常で、空白はね、正常な範囲なんですけど、A がついてるのがあります。これですね。LDL コレステロール。まあ、俗に言うね、悪玉コレステロールってやつですね。なんとね、基準値が、これ119なんですよ。ここね、こう基準値だからこれ。119なのに、こう、俺の数値を見るとね、なんと、185なんですね。なんでね、結構2倍近い数値になっちゃってるんですよね。それ以外もね、結構 B がいっぱいあって、ダメなんですよね。まあ一応ね、こういう感じで、来ております。で、ちょっとね、危険度のやつがね、今度こっちが、表をもう一個ね、もらいました。この間ね、保健師の人が来て、一応、いろいろね、説明受けるんですよね。で、やっぱりね、この下の方を見ていくと、色がついてるんですね。このオレンジとか、緑とか、あと白とかね。で、上にね、よく見ると危険度がね、書いてあるんですけど、ここにね、判定値を超えているデータにはね、色がついてるってことで。危険度がね、なんとね、8。やばいね。これね、濃いんですよ、この色が。色が濃いオレンジが結構やばいパターンのやつです。あー、でも、ちょっとね、年齢別でね、分かれてます。まあね、で、BMI とかは、ちょっとね、ずっと、前からね、引っかかってたんで、まあ、これはしょうがないですね。これずっと、緑をね、維持しております。BMI ね、これね、BMI。あと、競技とかね。で、今度最近ね、ダメになってきたのはこれ。なんだか分かんないけど、ALT だね。内臓脂肪の蓄積ってやつかな多分。内臓脂肪なんで、きっとね、分かんないけど。蓄積がずーっと見ていくとね、最近こうね、42歳、43歳の時は、オレンジだったんですよ。で、そっからね、結構ポケモン GO とか始めて、歩き始まってちょっとね、41に落ちてます、今。まあ、最近ドラクエウォークでね、歩いてますわ。ちょっとこっちはね、若干改善傾向があるような感じがしますね。この ALT だね。で、さらに下を見ていくとこっちですね。問題がこれですね。LDL コレステロール。これがね、やばいんですよね。基準値119に対して、まあ、昔はね、やっぱもうちょっと高かったんですよ。190とかね。ちなみに40歳の時で190ですね。こう見ると。まあね、だんだんこう、減ったり増えたりを繰り返しながらね、来て、やっぱ43がピークだね。203まで行きまして、最高。203まで行きまして、43歳の時だね。で、一応今年は、まあ、今44なんですけど、185と。これもね、若干良くなってきたかなって感じがします。ちょっとね、最近、またね、ドラクエウォークで歩き始まったんで、もうちょっとね、歩いていきたいと思います。とりあえずこのオレンジはやばいですね。危険度ね、マックスが9で8まで来てるんでね、もう結構やばいです。これ動脈硬化とかになると、心筋梗塞とかね、脳卒中とか、そういうことがね、起こり得るみたいなんで、皆さんもね、健康に気をつけていきましょう。まあ、ちょっとね、ウォーキングがいいらしいんで、ちょっとウォーキングをね、毎日ドラクエウォークをやりながらね、やってます。ちょっと最近ね、ポケモン GO がね、車で移動するようになっちゃって、あんまり、車では良くないということで、ウォーキングに切り替えました。果たして、来年の健康診断は大丈夫なんでしょうか？ちょっとどれぐらい下がるかね、調べてみたいと思います。じゃあ、皆さんも健康に気をつけて頑張りましょう。また会いましょう。うん、バイバイ。いやー、でもね、歩くのやっぱ疲れるんだよね。まあね、一応、時間が空いた時にね、夜、1時間か2時間ぐらいね、街中をね、さまよい歩いてます。ドラクエウォークで、目的地決めてね、やってから。まあ、ウォークモードにして、常にね、バトルしながらね、戦っております。本当の敵は、このね、俺の体の中にある
悪玉コレステロールかもしれません。口回ってないし。じゃあそれでは皆さんも頑張って歩きましょう。バイバイ。健康がね大事です。